レベル4の、レベル4やってみたいと思います。チェスですね。チェス入門です。とりあえずこの作戦でいきましょう。この駒組みしかね、知らないので、てか知ってるうちに入らないと思うんですけど、とりあえずこのね、この囲い、とりあえずこれをサクッと作っていくと。先ほどね、ちょっとこのね、クイーンとルークの両取りっていうのをやられてしまったんで、それはちょっとね、食わないように気をつけないといけないですね。ここに飛んできたら要注意ですよ、ナイトが。なので、それをさせないために、ビショップを引かせておきましょう。で、さらにこちらも、おっと、なんか突っ込んできましたよ。これはどういう手なんでしょうね。これは追いかけることができないので、難しいということか。ここに行くと拠点になっちゃうのかな。でもこちらも拠点にできるけど、それは追いかけられるもんね。こうやっても交換を迫っちゃおうか。もう拒否られた時あんまり意味ないか。一発でさ、ここにさ、いや、それはあまり得策じゃないのか。一発ちょっとさ、クイーンをいじめてみるか。ああ、そうやるんだ。そうやるんですか。取りましょう。さらにこれも交換に出そう。おっと、これはこっちで取れる。なんかさ、自分の王様の近くにある駒を取られるとドキッとしますよね。これさ、なんかいつかこの辺になんか来られそうで怖いですね。やっぱりクイーンは強いですからね。女王様強いんで。ルークを使いたいな。こうするか。あ、キャスリングしましたね。相手さ、このさっきまでね、チェス入門でこの CPU 対戦をずっとやってるんですけど、レベル1からレベル3まではキャスリングしてこなかったですもんね。初めて相手がキャスリングしてきたの。ということは、この辺りから割と本格的な戦いをしないといけないってことですかね。さっきなんて、なんかルークとか、さっきレベル3でやりましたけど、序盤で駒損したんですよね。私の方が駒損したんですけど、それでもなんか勝っちゃったんで、やっぱり弱いんでしょうね、やっぱね。多分これ強いっていうか、ある程度指せる人から見れば、なんかもう相手の、問題外っていうぐらい弱いんだと思いますよ、きっと。こっちに跳ねていきましょう。ほう。そうですか。これでさ、拠点作りと行きたいけど、それはできないので、それは、すぐに追い立てられちゃうので、まあ、こうですかね。これはあまり意味はよくわかんない。こうしよう。これでもうぶつけて、ルークが効いてきましたよ、これで。ルークが効いてきたんで、ちょっとね、相手の王様がスカスカとしてね、寒いですよね、これね。こうするか。ああ、やっぱり寒いとこから逃げるというのがね、これがまあ、当たり前の一手なんでしょうかね。ルーク突っ込んでみよう。ああ、そっか、簡単に受かっちゃいますね。この地点、C7 ですかね。C7 を狙っていきたいけど、狙う、こうすれば狙えるか。ルーク、そっか、そうすると、ビショップで取られちゃう？まあ別に取られても、いやでももったいないかな。取られても別にいいか。で、これは、やはりこっちで取った方がいいでしょうね。こっちの右のポーンで取ると、なんか相手のクイーンをなんか助けてるような気もしないでもないんで、こちらで取りましょう。で、相手のこのビショップをなくすことには成功したんですが、こうか。
こちらの美女君もなんかあんまり聞いてないな、俺。で、クイーンを突っ込む手はあることはあるんですかね。クイーン突っ込んでみるか。あれってか、これ詰み？もしかして詰みか？これで。逃げる場所が下しかないね。下しかなくて、まだ詰まないか。まだ詰まないけど、いや、ちょっと待って、これこうやってさ、下逃げて、これで詰みじゃね？合駒できないですもんね。チェックメイトじゃん。なんだよ。なんか随分あっけなかったですね。レベル1からレベル3までは、10分以内に終わらなかったんですよ。10分以内に終わんないんで、キャプチャーし直さなきゃいけなかったんですね。まあ、バンディカムって言うんですけど、キャプチャーソフトで、バンディカムが10分までしかキャプチャーできないんで、一回一時停止をして、録音とかもね、もう一回やり直しというか、まあ、録音し直しっていう形でね、まあ、節目があるんですけども、この節目を作らずに勝つことができましたね、今回はね。はい、まあ、そんな感じです。